皆さんこんにちは今回は大地理世界大戦に続く大熊の後の寺内正竹内閣のあたりを中心に出来事としては米騒動シベリア出兵このあたりを見ていこうと思います今日のラインナップですまずは対戦契機というところですね船成金が出てきたりあるいは西原釈迦ということが行われたり一方でロシア革命ロシアが新しく大きく変わる中で西イラン新協定が結ばれシベリア出兵を受けて米騒動が起こったりこのあたりのところを見ていくことにしましょう はいそれでは行きましょう。田内正明内閣のあたりです。まずはですね、まあその少し前あたりからなんだけど対戦景気。まあこれは第一次世界大戦でヨーロッパの実際の交戦国、交戦国というのは戦っている国ね、そんなドイツとかが物が作れない、売れない。逆に物を買わなきゃいけない。そういったところで、まあ簡単に言うと日本の物がすごい売れたということですよね。例えばキートメオリモノニスは急増し、海運船で物を運ぶのは世界大災に。 ちなみに船なり金なんて言ってこの船で造船航海で非常に大きなお金を手にしたまあ成金現代語でもありますけどねにわか金持ちみたいな意味の単語ですけどこんな船なり金なんて言われるぐらい非常に儲けた人もたくさん出れ一方で満鉄正式には南満州鉄道株式会社これは満州に日本が作った会社でしたねその満鉄によるアンシャン製鉄所こんなのが設立されたというところこれによって工業国へ。 まあ日本は農業生産額より工業生産額の方が多い国にこの対戦契機をきっかけに転換していくことになりますそんな中で西原借款借款というのはね国が国にお金を貸すこと個人だったらお金を貸したり借りたり借金といったり普通にしますが借款というのは国が国へ、まあ、日本の政府から西原亀蔵という人物が中心となって中国の檀喜瑞政権にお金を、まあ、経済援助という形でお金を貸す。まあ、実は中国、ね 孫文の後と遠征街が後を継いだがこの少し前に遠征街が死んでしまいます遠征街がなくなると中国だよ次誰が後継ぎかって争いになっちゃって戦いになっちゃってでその中で一応有力者の一人にこの檀喜髄という人がいたんだけどまだ決定的ではないだからまあ彼がね完全に中国を支配できたわけじゃないから日本がこのお金を貸すことでこれで檀喜髄が日本のお金を借りて中国を統一みたいになったら日本のおかげじゃないか日本の言うことを聞けって言いやすいでしょ。これを 権益拡大を目的なんて言うんだけれどもね。結局失敗。まあ要はお金貸したけど、段木髄がこれやられちゃったんだよ。負けちゃったというかね。中国のその争いの中でお金も返ってこないし、最悪だ。どうすんだ？これなんて大騒ぎになるまあ。こんなのが西原借款西原借款ということになりますね。まあ、金融出禁止って、その後あたるのは金本位制を一時的にやめました。これはふーんと思ってくれれば、後で金輸出解禁という時にもう一回ちょっとお話をします。 はいそれでは太良内政竹内閣ですね引き続き第一次世界大戦中ではありますがそのあたり見ていきましょうロシアでロシア革命が起きますロシアもねロマノフ王朝なんていう皇帝による政治が行われていたんだけどその皇帝による政治がレーニンの主導で倒されいわゆるこれ社会主義の国ができた初めて本格的な社会主義の国ができたでその社会主義の国ができてまずいよこれと他の国日本その他が慌てるんですね 石井、まあ、ランシング協定結んだりシベリア出兵結論こんな形になるどういうことかというとロシアでは民衆が要は権力者を追い出して民衆中心の政権を作ったわけ当然このまあ日本やアメリカその他の国でも同じように民衆が食う出たとこを起こして権力者をやっつける、まあ、権力者からすれば自分たちの権力奪われることになるから怖いよねということでこんなロシアみたいなことが日本で起こったらたまらんと実は明治の終わりに少し仲が悪かったアメリカと日本仲直りをします石井ランシング協定 石井次郎という人物とアメリカの国務長官ランシングとの間で、まあ、簡単に仲直りですよ。もともと中国における、ね、日本の満州の権利を一部よこせ的なところから揉めていた、まあ、慌ててアメリカはフィリピン好きにしたら日本は中国好きにしたらと、まあ、ロシアにくしで、まあ、厳密に言うとソビエトにくしでソビエト政権というのはこれできるんだけどこれで日本とアメリカが仲良くなる。さらにシベリア出兵、こんな ソビエトの改革というものを成功させてはいかんということでこれチェコスロバキア軍救出2の名目にちょうどね革命が起きてそのロシアの王朝を助けようとしてたチェコスロバキア軍がシベリア、まあ、日本に近いロシアの東の方に取り残されていたこれを助けてあげるということで兵を出すもちろんその実はここを助けてあげるというのが名目で干渉戦争ロシアの革命そのソビエトの革命なんかをうまく生かさないようにしようとしたりしたしかし 結論も、ね、あままりににににもも寒くてもう戦いいいいなななななららなどううななとこっちゃいますただこれねシベリア出兵という戦い戦争まあ戦争って正式には言わないから宣戦線布告とかしないから出兵と言ってますが日本に大きなまあこれ影響があります結論日本人は日清戦争日露戦争で戦争を経験して分かってるんだよ戦争始まったら物価が高くなる物の値段が上がるそこでね米の買い占め売り惜しみが起こっちゃったの米価だけが急騰した。 まあたまたま米屋がそれやったからなんだけどこれ戦争になったら値段が上がるから今のうちに米を買い占めと言って今ありませんとか言ってね売らないで値段が高くなったから売った方が儲かるでしょなんていうことをやり始めてで大騒ぎになっちゃった、まあ、確かに米屋さんとかは米が高くなって儲かるからいいけど結論これ米騒動富山の漁民主婦、まあ、漁業しているところの奥さんからしたらたまらんわけよ。 うちの父ちゃんの収入漁業での収入は変わらないのに米の値段だけ高かったら米食えねえじゃないかとそんな形でこの漁民主部おばちゃんたちが武器持ってこれ米を襲ったりしたこれが全国に広がっていく米騒動というね大騒ぎに、まあ、内閣はこれを軍を出動して鎮圧させるんだけどまあ不満を持って国民が不安を持って起こしている破綻と暴動に対して、まあ、軍隊で強圧的に潰せばさらに不満も強まるわ強まるわな。 なんてそのやり方にも問題があったって寺内内閣はこの米騒動ののと総辞職にこの寺内閣は追い込まれるきっかけはロシア革命ロシア革命からシベリア出兵米騒動とつながってきたそのつながりをちゃんと意識して抑えるようにしましょう。 はい、それでは行きましょう。寺内正毅内閣のところ練習ですね。えー、第一次世界大戦を受けて、何とかが来た。キートなどの輸出が急増。うん、これは対戦景気。ですね。世界第三位の海運国となり、何とかも登場。なんて書いてありますから。これは船成金ということでオッケーかな。 船金が登場です中国での権威拡大を目指し北方軍閥の断基髄整形に向けて何とかが行われた、うん、これは西原釈迦よいしょ借款というよりちょっと難しいですけどねから1917年日米韓で何が結ばれた、まあ、この17年ロシア革命を受けて日米韓 仲直りり的な要素もありましたね石井,ランシング協定石井菊次郎とアメリカは国務長官ランシングの間で石井ラングン協定が結ばれ日本の中国における権益アメリカのフィリピンにおける権益をそれぞれ相互に承認します。その下1918年チェコスロバキア軍救出が名目って言ったらこれしかないかな。シベリア出兵 これをきっかけに富山県を発端とするなんとかが各地で起きたうん、米騒動結局これで内閣も総辞職に追い込まれるそんな大きな出来事ということになりました。はい、ということで見てきました。今回ののところでははやっぱり重要なのは対戦契機 という言葉その中身そして実は石井ランシンシグ協定が結構重要ですねこの後の内閣のところでも石井ランシング協定のところが続いて出てきたりしますからここはちょっとしっかりアメリカとの間で1917年に結んだものということで確認記憶是非ねしっかりやってみてください。